京田辺駅は、京都府京田辺市、田辺久戸にある、西日本旅客鉄道片町線の駅である。駅番号は JRH24。京田辺市の代表駅である。田辺駅時代の旧駅舎旧田辺駅本屋旧田辺駅本屋ホーム側田辺駅東隣に保存されていた C11324 号機、島式ホーム2面3線を有する地上駅で2面4線への拡張も可能な構造で7両編成に対応している。京上駅舎を有し、両ホームと改札街、東西に2カ所、計4カ所にエレベーターが設置されている。東口は陸橋によってアルプラザ京田辺店に直結している。ホームとは跨線橋で結ばれている。ICOCA、提携 IC カード利用可能駅。また、学研都市線の単線区間の途中駅では唯一の直営駅である。旧駅舎は平屋建ての昔の民家のような造りで、元をたどれば明治時代からあったという話もある。旧駅は2面2線の対向式ホームで間に中線があり、貨物扱いも行われていた。駅舎は京橋方面側にあり、木津方面へのホームへは同志社前側にある踏切を渡ることになっていた。待合室は旧信号テコ扱いどころであったため、その形跡がよくわかる駅だった。1972年頃から1992年頃までの間は無人駅扱いで出札業務は行わず、運転要員だけ配置されていた。上表の路線名は旅客案内上の名称で表記している。基本的に1番2番乗り場が京橋方面、3番乗り場が木津方面となっている。3線もありながら、発車番線は2010年3月12日までは全時間帯にわたって固定されていなかった。これは構内に引き乗線がなく、切り離された増結用の車両がホーム上で待機しなければならないためである。昼間時の運用を例として挙げると、2番乗り場に増結用車両が待機した状態で、京橋方面域が2番乗り場に入り、増結用車両をつなぐ。同時に、木津方面域が1番乗り場に入り、切り離した増結用車両を1番乗り場に残して発車する。その次の京橋方面域は1番乗り場に入り、先ほど切り離された1番乗り場の増結用車両をつなぐ。同時に、木津方面域が2番乗り場に入り、切り離した増結用車両を2番乗り場に残して発車する。以上の流れを繰り返す。という、ローテーション的な運用となっていた。木津駅同志社前駅間のホーム延長工事を行った翌3月13日以降は、朝の一部を除いて、四条畷手、京橋方面は1番乗り場、木津方面は2番乗り場に固定された。2011年3月12日のダイヤ改正で、ほとんどが四条畷手、京橋方面の乗り場が2番乗り場、木津方面の乗り場が3番乗り場となった。廃線上は2番乗り場を上下本線とした一線スルーとなっている。夜間帯泊が2本設定され、1番乗り場と3番乗り場に留置されている。3番乗り場に夜間帯泊する車両は、翌朝に当駅始発の回送列車となり、松井山手駅の1番列車として運転される。1時間に4本の快速、区間快速が停車する。平日 7.8 時台の京橋方面の下りは、快速と当駅始発区間快速が計13本発車する。同志社前、木津方面の上りは、快速が6本となる。尼崎駅、京橋駅当駅間の快速、区間快速、普通が朝と夕方ラッシュ時以降に設定されている。停車する電車はドアの横のボタンで乗り降りする。ただし、当駅到着後に回送扱いの電車は自動で開く。2002年3月23日から2010年3月12日までは、木津駅当駅間は4両編成、当駅から京橋方面は7両編成で運行されていたため、当駅で列車の切り離し、増結作業が行われていた。翌13日からは全区間7両編成での運転となったため、当駅での列車の切り離し、増結作業は廃止された。京都府統計所によると、1日平均乗車人員は以下の通りである。駅東方約300メートルに、近鉄京都線の新田辺駅があり、徒歩7分程度で到着する。2015年頃から、車内放送でも乗り換え駅として案内されるようになった。市の玄関口として、両駅の周辺整備が行われている。駅のある京田辺市は、最高級茶葉である玉露の産地で有名。駅西方には、一級産こと、一級宗純ゆかりの周恩庵、南方には、田辺公園等の施設がある。駅東側に、国鉄 C11 形蒸気機関車の動輪一体と、ナンバープレートが置かれている。かつてここに、生体保存されていた324号機のもの。なお、同機の運転室部分は、梅小路蒸気機関車間に移設された。京阪バス、京都京阪バス、奈良交通の停留所がある。停留所は、駅東口のロータリーと、東の道路上3カ所にあるが、東口にある停留所は10時から16時までしか停車しない。停留所名は、京阪バス、京都京阪バスは、JR 京田辺、奈良交通は、京田辺駅。田辺駅に関するカテゴリー。ありがとうございます。